ロドニー・スタッキーはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手 NBA のデトロイト・ピストンズなどに所属していたポジションはポイントガードとシューティングガード196センチメートル93キログラムケンウッド高校を州タイトルに導いたスタッキーはイースタン・ワシントン大学に進学2004から05シーズンは 学業面での問題によりプレーできなかったが、翌2005から06シーズンからは、チームのエースとして活躍し、全米得点ランキングでも8位となる、平均24.2得点を記録。シーズン通算726得点は、同行の新記録となり、さらにビッグスカイカンファレンスの新人王を獲得すると、共に年間最優秀選手にも選ばれている。 翌2006から07シーズンには24.6得点5.5アシストの成績で、得点ランキングは全米のないだった。カンファレンスのファーストチームと AP 通信選出のオールアメリカンには2年連続で選ばれ、大学通算24.3得点は同行の新記録となり、通算1437得点は同行4番目の成績だった。 スタッツデトロイトピストンズ大学では2シーズンプレーした後、あと2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、デトロイトピストンズから1巡目15位指名を受けて NBA 入りを果たした。マイアミヒートのドエウェインウェイドに憧れていて、背番号3もウェイドから取ったものである。 2007から08シーズンのプレーシーズンでは12.1得点3.1アシストと、好調ぶりをアピールしていたが、開幕直前になって、左手を骨折してしまい、レギュラーシーズンに乗り遅れてしまうこととなった。手術をした後、12月21日のメンフィスグリズリーズ戦で復帰し、公式戦デビューを果たした。一年目のシーズンは、チャンシービラップスの控えとしてプレーし、 7.6得点2.8アシストの成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。スタッキーの進化が試されたのは、レギュラーシーズンを戦い抜いた後だった。プレイオフのカンファレンス準決勝、オーランドマジックとのシリーズ第3戦でビラップスが、負傷してしまい、以降欠場を強いられるアクシデントに見舞われる。大黒柱の不在に一気に苦境に立たされたかに見えた。 ピストンズだが、控え PG のスタッキーがビラップスの穴を埋める、活躍を見せ、敵地での第4戦を勝利で飾るとそのままに連勝し、マジックを下した。カンファレンス決勝ではビラップスが復帰したが、まだ完治はしておらず、スタッキーは準決勝同様にビラップスの不調を補う活躍をし、6試合中3試合で2桁得点を記録したが、チームは4勝2敗で、 ボストンセルティックスに敗れた。2008から2009シーズンにジョーディー・マースはピストンズの心臓でもあり頭脳でもあるチャンシー・ビラップスをアレン・アイバーソンとのトレードに出すという英断を下した。それは昨シーズンでのプレイオフでのスタッキーの活躍がなければできない判断と言える。アイバーソン移籍してしばらくはベンチスタートだったがシーズン中盤から先発に抜擢。 シーズン終了まで、アイバーソン、ハミルトンというスター選手に挟まれながらも、先発の座を守った。2009から10シーズンは、開幕から、先発出場を果たしている。しかし、2010年3月5日のキャブス戦で、タイムアート中に意識をなくし救急車で病院に、搬送されるハプニングがあった。インディアナペイサーズ2014年7月21日。 インディアナ・ペーサーズと1年契約。2015年7月5日には3年2100万ドルで再契約した。しかし、ペーサーズ加入後は負傷が相次ぎ2017年3月29日に解雇された。落ち着いた状況判断とスピードを生かしたパワフルなドライブが持ち味。ピストンズ時代の先輩であったチャンシー・ビラップスのプレイスタイルを継承し、 上背のあるポイントガードとして期待されていたが、大学時代はシューティングガードを本職としていた。ありがとうございます。